あのラフィーナ様とお友達になれるなんて。語学友がたくさんできてよかったですね、ミーヤ様。もちろんミーヤ様の魅力をもってすれば当然ですけど、生徒会長のラフィーナ様とお近づきになれれば平穏な学園生活に一歩近づきますわ。もっとたくさんの方とパイプを作って。あら、あそこで本を読んでいるのはどなたかしら。ああ、フォークロード商会のご息女、クルエ様ですね。本がお好きなのかしら。私、お友達になってまいりますわ。次回、テレビアニメティアムーン帝国物語、断頭台から始まる姫の転生逆転ストーリー第5話、ミーヤ姫、キュンとする人脈お友達作りも絶好調ですわ。恋の進展も応援しておりますよ。アンヌ、その何か言いたげな微笑みは何ですの？